6月21日です。おはようございます。朝6時の相場解説になります。今日はね、週明けなんで、週足の方から見ていきますね。では早速画面切り替えていきましょうか。結構先週取れましたね。はい、どうぞ。で、こちらの方見てください。週足です。週足はね、私の考えではおそらくここのエリオット波動が完成してですね、こうですね、でこんな形で突き抜けていくんではなかろうかと思います。ここはね。ですので、110円、111円方面に、値上がりしていく。要するに倍の方で考えていっていいんではないかなというのが大筋です。で、デイリーの方は、先週までもお話ししたように、これがデイリーですけども、チャンネルラインが綺麗にできましたね。で、これに沿ってエントリーしていけば、利益がずっと見込めたわけですけども、先週はおかげさまでね、この波動が取れたでしょ。で戻ってきてみたいなところでございます。でこれがね、完全に戻りきるのか、それとも戻りきらないうちに上の方に向かうかっていうところが今週の見どころになっております。4時間ですね。次4時間見ていきます。4時間見ていくと、ここを超えましたんで、まずは底固めが起きるんではないかなってところで、ゾーンをこういうふうに引いておきます。で、移動平均線は上昇曲線ですから、今横ばいに入ってるような感じですけどもね、上髭下髭が出て、後々上の方に上がっていって、私の目論見ではここを超えて上の方に行くということですよね。ですから110円の、だんだん値を上げて111円方面に上がっていくのが今週の見方だよっていうので、一貫してるわけですよ。で、最後にエントリーするべき1時間の方を見てみますけども、ここですよね。何回も出てきたところですけども、ここが硬いところなんですよ、そこが。ね、こんな感じです。で、横ばいから一旦落ちて上がっていくっていうのは実現しましたよね。で、このゾーンっていうのは破られにくくなってるわけですから、一旦下がってきたんですけども、これが弾みをつけてさらに上の方に行くんではないかなっていうふうな W が右辺が強いを形成するというふうに考えます。今週はこんなところですかね。はい、ということで基本的には倍で取っていく1週間になるんじゃないかなっていうふうに見ていきます。月曜日っていうのはね、今週1週間がどのように推移していくのか、大筋では倍の方に向かっていくのか、セルの方に向かっていくのか、この1週間を占う、そういった週足を解説するという形になります。それでは本日は以上ですね。倍の方に向かうということで見ていきます。こんにちは、相場塾の久保です。今日は6月22日朝5時13分の相場解説になります。デイリーの方でですね、チャンネルラインがこのように右肩上がりになっているのを見て、今週は、倍の方に浮くんではないかなというふうに考えております。そういうふうにお伝えしました。で、昨日はですね、昨日1日で見ると下の方に下がりましたよね。でも私が右肩上がりだよって言ったのはどういうことかっていうと、これね、見ていただければ分かりますけども、結局急速に巻き戻して上昇局面に入ってるんですよ。ですからそれがですね、デイリーで見ると大きなヒゲをつけているように見えているところがあると思います。今日はそのあたりから解説していきます。こちらです、どうぞ。はい、デイリーの方見ていますよね。まずチャンネルライン引いてみますよ。ここから始まってビューッというふうにチャンネルラインがありますよね。で、フラグを形成しているところです。何が言いたいかっていうと、この最後の陽線ですよね、陽線が大きなヒゲを出しています。ここには到着しなかったんですけども、下のチャンネルラインには到達しなかったんですけども、一旦下がったのが上昇に転じてるってことかなと思いましたね。これを4時間の方で見ていくと、このようになっていますよね。チャンネルラインはだから、4時間で見るとこういうふうに取れるわけなんですよ。だから昨日の時点で、下の方に下がっていったんで、おやおや、久保さん大丈夫なんですかと。これで右肩上がりになるんですかっていうところですけども、なるんですよね。こういうふうなところに当たって反転して上昇しているということなんで、やっぱり売られるってことは買われるってことなんですよね。で、売られたり買われたりとかして全体的に右肩上がりになるってことなんですよね。ちなみにこれずっと伸ばしていくと、こちらに当たるというところもね、なんかこう符合するところがあるかなと思います。で、1時間の方を見てみます。昨日はだから1時間を見てみると、下がっていってるっていうところが
顕著だったんですよね。まあけどやっぱり戻ってきたというところで、これがヒゲに見えたわけなんですよ。で、私が考えるのはこちらの方、こちらの方を超えて上昇してですね、こちらの方も超えてさらに上昇するという流れを見ています。111円の方向に行くというふうに私考えてますんでね。だから今週は結局金曜日あたりには111円台になっているんじゃないかなっていうのが1週間の予測だっていうことを昨日お話したわけですよね。さあそれで今日のエントリーなんですけども、もしねこのまま上昇してこちらの方をぶち抜くようでしたら、このね30ピップスほどは取っていきましょうということになります。まあ実際は22、3ピップスになると思いますけどね。今日のターゲットはここですね。110円の430をクリアして上昇に転じるようでしたら、エントリーポイントをそこに設けて110円の430に設けて、イグジット110円の715でやっていくって形です。これが今日の1時間足の解説になります。まあとはいってもね、うまくいくことばかりではありませんので、まずは全体的にどっちに流れていくのかなというところ、そして細かい時間でどういうふうに向かうのかなってところでございます。1日足で確かに右肩上がりでも、それを24分割して1時間足だと逆のことってのも起きてくるわけですよ。だから昨日は売りで取れてる人もいたかもしれませんし、売りが反転して上昇に入っていくところにバイのエントリーを置いた人もいるかもしれません。昨日もチャンスはあったわけなんですけども、私のスタイルでは昨日エントリーっていうのはないですね。どちらかというとリスクの方が高くてですね、それほどまでにピップスが稼げるようなポイントが見つかりにくかったかなってところなんで、まあ急速なこうね、ヒゲを出すぐらいの急速な移動ですから、まあ私はちょっと入らなかったかなと思います。で、解説しますけども、補足で。ヒゲを出すってことは、例えば30ピップス下に行って、急速に同じ日のうちに30ピップス上昇したっていう V の字を書いたことになりますよね。で、私が狙うのはね、これじゃないんですよ。30ピップス下に行って、30ピップス上に行って、プラマイゼロになりましたと。だから下がった瞬間に入りましょうってことではないんですよね。頭と尻尾はくれてやるですから。で、反転した瞬間を測るのは非常に難しいんですよ。じゃあどこを狙うかっていうと、30ピップス上に行って、さらに30ピップス上に行くみたいな、合計50、60ピップスの、そういった流れを狙うするわけなんで、だからブレイクアウトを非常に重要視してるんですよね。反転よりもブレイクアウトです。まあそういったことを今回お伝えできたんじゃないかなと思います。じゃあ今日もブレイクアウトを狙っていきましょう。おはようございます。6月23日、5時48分になりました。相場解説になります。実は2、30分前相場解説やってたんですけども、ちょっと山里くんが早起きでね、雑音がかなり入りましたので、撮り直しております。今またお休みになっております。で、今回ですね、先日来からちょっと上の方に向かうよというふうに申し上げて、いたんですけども、で昨日はね111円の方に行くよってことまで申し上げました。これはなぜかというと、早めにチャンネルラインをね、でデイリーのチャンネルラインを発見できたから自信を持ってこれが言えたわけなんですよね。それから起点となるポイント、このゾーン、これが引けたことも重要なポイントだったかなと思います。こちらの方を中心に今日はお話していこうかと思います。では画面を切り替えます。はい、デイリーですね。デイリーの方は申し上げたように、こういう風に右肩上がりのチャンネルラインが早めに私は引けてたんでね、自信を持って右肩上がりだよということができました。で、こちらの方なんですけども、昨日申し上げたように下に到達する前に反転する可能性があるということで、まさにそうなったかなっていうところですよね。で、もう一つ起点の話ですけども、この黄色いところ、ここをぶち抜くかどうかがポイントなんですよ。ここをぶち抜いたら111円に向かっていくんですけども、ここに弾かれてチャンネルラインがまだね、右肩上がりとは言いつつ111円以下のところが大きいですから、まだまだ長引く可能性もあるかなっていうところで見ております。じゃあ次の時間軸いきますよ。4時間です。4時間なんですけども、おかげさまでここはね超えましたね。おかげさまでっていうのは変ですけども、下に勢いをつけて上に大きく V の字を書くように抜けたということなんで、今度はここを抜けるかどうかになってきます。現在争点になってますよね。だから今日中にこれをブレイクするのか、それとも跳ね返って下の方にもう一度戻って、で再度ここにぶつかってね、 W が右辺が強いを完成させるのか。 W が右辺が強い、覚えてますか？こういう時に使うんですよ。 W が右辺が強いを使っていくのかどうか、望ま、まあ楽しみに見ているところがありますね。111円に向かうのかどうかでございます。では1時間軸です。私たちは1時間でエントリーしていきますから、昨日の段階でエントリーできた方は、私はバイとしか言ってませんから、バイでエントリーして今大きな含み益を取っているんではないかなと思います。当然ですけども、ここがポイントになってますからね。ここに力点がありますから、ここに弾かれて一旦押し目を作るのはもう
今更言うまでもないかなと思いますんで、一旦ねここで、理覚をしたんではないかなと思います。ここで理覚しなかったらちょっと傲慢ですよ。理覚してくださいね、半分だけでも。で理覚すると今度は突き抜けた場合は改めて入ればいいわけですよ。で反転した場合はそのリスクを軽減することができますんで、おそらくおしめはですね、まあもうお分かりのことだと思いますけど、この辺で作られます。ここまで下がって上がります。ここまで下がって上がると、うん、そうすると111円に向かうルートが完全にできるかなっていうところですね。今日はそういうところを見ていけばいいんじゃないですかね。いかがだったでしょうか。今日はだいぶ見やすくなったんじゃないですか。ずっとね今まで伏線を張って下地を作ってきましたから、なんでそういうふうなことが言えるのか、なんでチャンネルラインが右肩上がりと言えるのか、なんでここで反転していけるって言えるのか、これが全て今日で回収されたんじゃないかなと思います。ということでね、これを総決算して全部が正解だったら111円が実現するのが今日明日、もしかしたら金曜日の夜ということになるかもしれませんね。それでは本日は以上です。おはようございます。6月24日朝5時40分の相場解説になります。FX っていうのはね、ある意味超反爆地みたいなもんで、上がるのかな下がるのかなってことを事前に予測して、そこにまあお金を張るわけですよね。まあ単純に超反爆地と言ってもいいと思います。でこれを超反爆地にしないために学習トレーニングがあるわけなんですよね。私の理屈で言えば6対4になる。超反爆地っていうのは五分五分です。ですんで場所代の分だけ負けていくんですよね。でも6対4の勝率したらどうでしょうか。4回負けるんだけど6回勝つみたいなことを繰り返すと、同じ金額をかけてる以上ね、6の勝利の方が勝るんで、間の2割で利益を積んでいけるわけなんですよ。でこの五分五分をどのように4対6に持っていくかっていうのが私の FX の手法なわけですよね。だから100戦して100勝を目指すものではありませんし、高い勝率を狙うものではありません。一発逆転を狙ったりすることもありません。あくまでも4回は負けていく、6回は勝っていく、これをずっと繰り返すことによって資金量をどん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 増やしていくということですよね。資金量が増えれば1回にベットできるロット数、要するに金額も大きくなるんで、どんどん効率を低く稼げるということになります。しかも手法はずっと一緒というね。ですのでやればやるほど上手になる。ただコツコツと千里の道も一歩目指す、そんなものになると思います。さあそれではね、今日の相場解説なんですけども、はじめにお話しておきますけども、111円回復、これが一つの私の予想です。それについて解説をしていきますので、まあ今日もデイリーから見ていきましょう。昨日はね、急落しましたけどね。どうぞ。はい、デイリーなんですけども、相変わらず同じです。こういうふうなチャンネルラインが引きますね。で、このチャンネルラインを引き始めたのが、私はこの辺りだったと思いますよ。ね。この辺りが形成された時に、チャンネルラインをここまで引いてるわけですよ。で、しかもそのチャンネルラインが実現してるでしょ。ここから入ってきてギザ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 行くと、この辺まではもう実態がありましたけども、この実態をもとに未来予測をしたところそうなったということなんですよね。こういう風になってますよね、おかげさまで。まあだからこのデイリーのチャンネルラインを侮らないことです。その前は私はヘッド&ショルダーになるんじゃないかなと思って見ていたわけですよ。懐かしいですよね。4時間見てみます。4時間はここで、大きく下がることになりましたけども、あ、ここか、ここですね。ここで決済しなくちゃってのがここですよね。そこから急回復を見せてきて、この上昇トレンドを回復してきたわけですね。ここもぶち破りましたしね。で、お伝えしたいのはこの移動平均線が、ここで出てくるのが移動平均線です。ぐーっと上に向かってるでしょ。横ばいに行ってもまた上に向かったでしょ、うん、で横ばいに行ったけどもまた上に向かって、それを繰り返してるわけなんですよ。上昇トレンドの書き方っていうのはこんな感じで、上がってちょっと下がる、上がってちょっと下がる、トータルでかなり上がったなってことなんですよ。で今日も111円に達するというふうに絵が描けるわけですよね。で最後に1時間を見ていきます。こうズドーンとね利確をしたところ、昨日は私がライブ放送しました。ここからドーンと下がってきて利確をした後、そこをついたと思ったら、まあこれは寝てたんで私はね分からないですけども、ここから再エントリーする方法もあるよってことなんですよ。ただしその場合私が勧めてるのは、上級者かは根っこから入ればいいんですけども、中級者は、うん、なんだやりにくいな、中級者は上昇したのを確認して
倍でエントリーしてくださいね、初心者はここをぶち抜いたらそれを確認してエントリーしてくださいねっていうふうに申し上げてますよね。まあ、ですので今日初心者の方に申し上げるとしたら、ここを超えたら倍で入りましょうっていう形です。上級者の方はすでに夕べのうちに入ってるでしょ、寝る前に。で、中級者の方はそうですね、深夜2時とか3時ぐらいにこの辺りで入ってるんじゃないかなと思いますけども、おそらくこの朝の放送を見てらっしゃる方は、これを午前中に見てらっしゃる方は多分上級者でも中級者でもないのかなと思いますんで、わかりませんけどもね。ですんでまだチャンスは残されてます。ここで倍に入ればいいということになりますよね。で、しかももうちょっとでしょ、ここ達するのに。チャンスですよ。今111円の962なんで、111円の005を上回ったらかなり勢いがついてますんで、倍でエントリーすればいいんじゃないかなっていうことですね。それが今日の結論です。はい、では木曜日金曜日と残されてますんで、あと2日間、まあ実質的にはエントリーできる日っていうのはこの2日間のうち1日しかないと思いますけどもね、今月もしっかりと叩き出していきましょう。6月24日でございました。トレードできる日数も今月もあと残り少なくなってきましたね。はい、6月25日金曜日です。時間は4時39分ですけども、もう今日はねエントリーはしませんので、解説ちょっと早めにしてさせていただいて1週間をまとめていきますね。今週はどういうふうに動いてきたかと言いますと、まあずっとバイでいくよっていうふうにお話してきて、実際バイでいきましたよね。デイリーを見ていただくと分かるように、ずっと右肩上がりのチャンネルラインを早めに引けてたわけなんですよ。まあですんで右肩上がりのように、要するにバイで入れば基本的に負けはない週でした。その中でも111円に行くかどうかっていうところが一つの大きな山場になってましたけども、まあ見事ね、111円は達成して、で、その直後に私ライブ放送しましたけども、あそこで利確をしてくださいねってことなんですよ。111円を超えたところで利確をすると、利確をする人っていうのはこれね、上手な人なんですよ。だから上手な人がみんな利確したもんですから、ガツンと落ちたでしょ。上手な人っていうのは結構な資金を、玉を入れてますので、一人が決済してもかなりの売りが入るわけなんですよ。ね、で大きく下がって、でそこからもう一回111円に行きますよっていうふうに昨日申し上げました。そして昨日また111円に行ったでしょ。これが最後です。で今回111円行ったんだけども、上髭を多少出してですね、下の方に落ちてきたんですよ。ということでここはねダブルトップ、天井でもう行き詰まったってことなんですよ。この辺を解説しながら今日も進めていきますので、まあ画面を切り替えてねご覧いただきたいと思います。画面切り替わるかな。はい、ここからです。まずはデイリーですね。デイリーでチャンネルラインをかなり早めに引けてました。ですので迷いなくエントリーできたと思いますけども、上の方から下がっていってね、こういう風にフラッグを書いた形になってまして、そしてこの同じ起点がありますよね。ここと同じところでどうなるかなってことを見ていったわけなんですけども、ここでねダブルトップになったんではないかなと思います。ダブルトップは別の時間軸で見えますので、そちらの時間軸を見ていきますよ。ではまず4時間です。4時間の方なんですけども、上髭を2本出した形になってます。まあでもこれがダブルトップってわけじゃないんですよ。ダブルトップは1時間で見てますけども、ここをですねどう捉えるかというと、高値を、まあ、ちょっと切り上げてきたんですけども、ここでもうちょっと止まっちゃったかなというところで、こっからは高値切り上げが入らずに4時間でいうと横ばいの方に入っていくんですね。こんな感じ、もしくはここでの横ばいです。ここでの横ばいね、うん、高値を切り上げることはもうないのかなと思います。切り上げるとしたら、こっから大きくこちらの方を破っていかないといけないんで、もう一回111円に行くかどうかってことですね。ちょっときついんじゃないですかね、うん、1時間見てみましょう。1時間のダブルトップはここで出てます。このヒゲとこのヒゲ、いずれもこのヒゲが出た直後、大きな陰線で下の方にガクンと下がりましたよね。で2つを見てるとダブルトップなんで、この図を見るとこのダブルトップから大きく下に下落していく、うん、戻り売りがここに入ってますけどね。まあ戻り売り私はしません。もう今週十分利益取れたんで、こっからもう一手打つことはしません。もう目標利益クリアしたら、まあ、速やかに撤退です。で利益幅が足りない人はここで一発戻り売りを今日ね金曜日狙っていってもいいんじゃないですか。
下に下がると思いますよ、これは。要するにもう天井が行き詰まったんですよ、これ111円の09号で。とても112円の方に向かうような気はしません、今のところはね。週が明けたらまだ分かりませんけど、まあ今度は横ばいないしセルの方に入ってくると思ったらいいんじゃないですかね。うん、まあですのでエントリーなしですね。エントリーしてもリスクリワードがすごく悪いんですよ。まずはレンジを疑わなくちゃいけませんけども、まあ、ご覧のようにレンジの中央に今時間軸が来てますからね。ほんまに美味しくないです、こういう狭い範囲でやるあのレンジ作戦ってのですんで、まあブレイクアウト狙いですね。ここでセルに入るか、まあ考えにくいんですけども、ダブルトップを超えてもう一回上の方にトライしたら111円のまあ120あたりでバイに入るかなっていう2択ですね。はい、まあいずれにしても今週はもう出番ありません。金曜日はゆっくりと高みの見罰でしっかりとホールドした利益をまあ見ていきましょう。で残りは28、29、30なんですけども、もうワントライぐらいできるかなと思いますけども、まあできなくても今月はもういいかなと私は思ってます。うん、あと28、29、30でこのブレイクアウトなのか、それともそのままねレンジを継続するのか、これだけ見とけばいいんじゃないですかね。それでは今週もお疲れ様でした。